ぶせ、ありがとう。はい、ありがとう。皆さんおはようございます。妙高220ポンド体重100キロの松原妙高です。今日はですね、大垣市荒川町にあります中華そば丸戸屋さんに、来ました。丸戸屋さんは以前ですね、大垣市の水門川沿いにある松尾芭蕉結びの地記念館でしたが、そのですね、すぐそばに あったわけなんですけれども、まあ、そこの開発によってですね、ビルなどの取り壊しということにあって、移転され、荒川町のですね、自動車学校が前にあるんですけれども、その前にですね、移転されたという、そういうお店です。以前食べログなんかもですね、高評価を得てまして、食べログで高評価の店なんていうことで、シールが貼ってあったりしましたけれども、今回のお店にはそういうシール貼ってありません。新たにですね、スタートということになったのは、その詳しくは分かりませんけれども、本当に、まあ、私としては、半年ぶりぐらいですかね、どうしても塩、ここのね、塩ラーメンを食べたくて、塩ラーメンを注文しました。ご飯が以前はあったんですけれども、ご飯がなくなってましたので、麺を大盛りにしてもらって、それともう一つ、ここラーメン屋なんですけれども、水餃子が美味しいんですよ。水餃子をポン酢でいただくというようなことなんですけれども、この水餃子はなかなか美味しくてですね、つい頼んでしまう。お会計はこの、まあ、塩ラーメン大盛り、それとですね、水餃子で1400円でした。現金しか取り扱いがないということで、まあ、ペイペイとかね、そういうようなキャッシュレスの決済とかカードの決済はできませんので、ご注意いただきたいと思います。麺はですね、細麺で、なんかこう歯ごたえのあるですね、非常に、美味しい歯ごたえのある麺でございます。スープはですね、まあ、あまり塩味って塩味なんですけれども、鶏ガラなのかな、ちょっとね、背脂のようなものが入ってますね、これがね、微妙にですね、あっさりしたらかにコクがあるというようなスープになってまして、美味しいですね。さすがにこの大盛りというところになりますと、ちょっとね、私もずっしりと中に行ってます。以前でしたらこのぐらいでは高まない。これ2杯くらい食べてもね、良かったぐらいなんですけれども、これでお腹いっぱいでございます。久しぶりの丸戸屋さんのラーメン、美味しく頂戴しました。ごちそうさまでした。